こんにちは。前回までは選挙のお話を、結構長々やってみたんですが、今回その選挙の後のちょっと戦後政治、この戦後1945年からその先の、先のお話をさせていただきたいと思います。これちょっと比較的さらっと終わりたいなと思っております。そんなに長々と時間かけないでといっても結構動画数はありそうなんですけどねはい、ではやっていきたいと思います。まず第1の、タイトルとして55年体制と安保闘争のお話をまずさせていただきたいと思います。55年体制、この後ちょっと説明しますんで、もう当然知ってると思いますが、1951年 に日米安全保障条約がこれは発行されたということで、これは結構日本史とかもできてるんで、これさらっと流したい。そしてこの1955年にあの2つの政党ができます。2つの政党によってができます。自由民主党、これが自民党ですね。自由民主党、これが自民党。今のまあ自由民主党ってのはこれ略称なんでね、まあ、今大体自民党って呼んだりとかしてますけど、ニュースとかでも。で、あともう一つ、日本社会党。今これ社民党って言ったりなんかしますか、社会党なんて呼んだりと。あ、よっ、この2つで二大政党制の完成ということで、あのこの2つでの二大政党制がスタートした年がこの1955年。この55ってのを取って55年体制なんて言ったりとかしますよ。1955年にできたから55年体制、これですね。ここはいいでしょう。この2つがあるんだというお話で、それでちょっと次はお話飛びますが、1960年に今度お話を移させていただきます。この時にあの安保闘争というのが起こります。安保闘争、安保闘争が起こります。この時に岸信介っていう人が内閣総理大臣やってたんですが、その日米安書いてありますね、日米安全保障条約の更新を強行した際に発生した反対運動。あの日米安全保障条約っていうのは更新制なんですよ。10年ごとに更新していくっていう10年ごとにもう一度この条約でいいですかみたいな感じで更新でしていくっていうことなんで、その時に安保闘争反対ですね、安保反対闘争とかなんか言ったりとかしますけど、この時の写真とかって もし政経の教科書とか資料集とか、あと他にもテレビとかでもたまにやってんのかな、そういう感じの安保条約に関するどったらこったらでいう番組で、なんか国会議事堂すごい人で取り囲んだっていう、そういう時があったんですよね。これすごい反対運動になりまして、その反対に押されてしまったと言いますか、何と言いますかそれで岸内閣っていうのは総辞職してしまったと。条約は更新できたんだけど、岸内閣はこの反対運動に押されて総辞職してしまったというお話でした。はい、ではいかがでしたでしょうか。この本当にこれはちょっと短くさらさらといきますんで、では次の動画どうぞ。